かぼさんが引き続き、はい、聞いてくれるかな。確かに。こんな素敵な写真。タオルだ。めっちゃタオルだ。あ、本当だ。あ、おもろい。マジタオル。いいですね。これがまた個性が出てる。こういうところがね、おおらかすぎるのよね、本当に。あ、おもろい。いい写真だったね、これ。ね、いい写真だったね。使わせてもらおう。再びじゃあ、いきますね。はい。はい、タニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをお供にというコンセプトから番組をスタートしています。 MC はタニーとミキさんのマナミンさん2人でお送りしていきます。なお、こちらの放送は FM ギノワの収録放送となっております。収録の様子はツイキャスや YouTube アーカイブなどでお楽しみいただけます。リアルタイムではスマートフォンアプリのリスンラジオやご家庭のラジオ、車のラジオにてお楽しみいただけます。公式インスタ箱にはアンダーバー527、もしくは FM 機能のメールアドレス527@fmginowan.comにて件名箱庭と添えてリクエストやメッセージなどをお待ちしております。ご自身の好きなタイミングで好きなフードとドリンクを楽しみながら約25分間お楽しみください。はい。まさかのメールアドレス間違えるということで本当に失礼しました。ということで、先週も引き続き、先週に引き続き屋敷館キキラナさん、日賀ゆりさんです。お願いします。よろしくお願いします。超ウケる。しかも気づいたらもう10月になってるんですよ、これ。本当ですよ。そうです、10月に最初の放送、はい、になってます。早い早い、めっちゃ早い、ね、え、ラジオ始め、あ、4ヶ月か。あ、おめでとうございます。半年は経たないんですね。そう、なんか今半年って一瞬思ったけど、全然まだだったわ。まだだ、早かった。はぁ、そうそうそう、何話すかって話をね、さっきしてたんだけど、沖縄の観光名所の話をしようってなったので、はい、はい、やっていきますか。はい、私のおすすめは、もう、なんだっけ、断然復讐園なんですけど、うんうん、そう、あっち光がすごいんですよ。あの、入場料も、あの、そんなに高くなくて、そんなに高くないっていうか、本当に高くなくて、そうそうそう。あっち、本当に撮影スポットになってるので、ぜひ行ってみてほしいです。なんか、着物着てる外人さんとかもいたりとか、この前ね、あれがいた、鬼滅の刃の炭治郎のコスプレしてる人がいた。すごいな。あ、確かになんか、ああいう雰囲気でそうな感じがしますよ。ちょっと奥側に竹やぶがあって、うん、そうそうそう、なんか刀加えてやってた。そう、私あれなんだよね、そこ行きたいんだけど、うん、なんと隣の中華料理を食べたことあるんだけど、あのお庭に行っていないっていうこと。確かに、確かに。ほんで中華料理も美味しいです、うん、そう、あのなんかね、小籠包があるんですけど、その小籠包になんか注射器みたいになんか汁が入った注射器がぶっ刺さってるんですよ、うん、そうなんだ。そう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 。それを、なんか、なんか、ちょっと中に入れて食べるみたいな。そう。入れ込むし。そう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 。面白いね。で、ちょっと黒酢の風味、黒酢の風味が効いてて、とても美味しかったです。そうか、普通は、あの、小籠包って黒酢つけて食べるよね。そう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 。それを中に入れて食べるってことね。そう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 。タレみたいな感じだね。そうそうそう。とっても美味しかったです。で、あの、多分、あの、なんだ、軽食みたいな感じで食べたから、うんうん、その、ランチとかがっつりでは食べてないんですけど、メニューもなんか美味しそうでした。そう。お茶とかも、なんか、それこそ。そうね。で、美味しいよね。そう。あそこ、あの、お茶器、茶器っていうのかな、茶器もね、ちょっとこだわってて、そうそうそう、かわいいのがいっぱい置いてあったので、そう、あれ多分美味しく飲める器がいっぱいあると思いますよ。そう、うん、美味しい。でもなんかちょっと一個だけトラウマがあって、これ放送して大丈夫なのかわかんないんですけど、
このなんか一回その前の職場のパートさんと行った時に鯉が泳いでたの、なんか目の前の鳥がパパパパパって飛んでて、うん、あ鳥かわいいって言ったらその鳥が鯉食ってそう食物連鎖みたいな、やばい、そう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 、もうパートさんもそれからテンションだだ下がりでした。でもなんか自分的にはなんか初めて見て食物連鎖してんの。そうだね、自然の摂理ですね、うん、それはね、そう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 、ね、っていうのがありました。そう、ゆりさんどっかあります、おすすめ。ね、私はあの浜比嘉島に渡る、うんうんうん、あの橋が、うんうん、あの好きで、割と私何回か行ってるんですけど、うん、行くたび結構あの干潮の時間が多くって、うん、あの大潮の干潮の時ってあそこ全部水が引くから、うん、橋なくていいんじゃないっていうぐらい引いたりして、そうなんですよ、島渡れるかもっていうぐらい引いたりするのを見たりします。で、あのあたり、まあ一応ね、あのパワースポットとかいうので有名だったりするので、うんうん、そこそこにあのパワースポットって言われているポイントが結構集中 してあるんですよ、うん、なので橋渡りながらここここここって、うんうん、5、6箇所ぐらいは軽くあの寄れるところがあるんですね、うんうんうん、なのでそこをあの寄りながら行くんですよ、うん、でこの間もね、あのトニーと一緒に、うんうん、あのそこら辺あたりに遊びに行ったんですけど、ね、まずヌチマスの塩が買いたかったのでファクトリーに遊びに行くついでにって話だったんですけどね。確かに確かに。その時にあの何だったっけ、竜宮門っていうのが本当に橋渡った後ぐらいに出てくるんですよ。そう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 。だから普通にね、うん、門がポツンってあるだけなんだけど、うん、奥側に実はこの岩があって、その岩が亀みたいな形に、ね、さっきまなみんさんにも見せたんですけど、うん、そう、それがポツンってなんか亀に見えるから、そこに多分だから竜宮門を作ったんでしょうね。そうそうですよね。だから鳥居みたいになってて、そう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 、あのあそこあんまりお車あんまり止めない方がいいと思うんですけど、ね、止めれないけどなかなか、うん、うん、あの見てね、あの行くのもいいし、あの私はちょっとあの馬に避けて写真を撮らせてもらったんですけど、綺麗、うん、に撮れましたね。あの時はね、お水もいっぱいあって、そうなんです。でもね、私いつも夏暑いから首にタオル巻いてるんですよそう、で、ね、それがね、いい写真だったのに首にタオルが写っちゃったんですよね。いつもそう、ね、イベントの時にいい写真って思うとなんかタオルついてるみたいな、ね、でも今日もちょっとタオル巻いてみましたのそう、こんな感じでいつも巻いてくれたんですよ。撮ってって言ってくれたらいいのにっていう場面がもう何回もこの夏ありました。確かに、はい、そう、だから夏の思い出、日帰りタオルを添えてもう大体ベストショットって言われるものほど首にタオルが巻いてあるっていう。できる、インスタに載せようかそれ。本当ですよ、これから言ってね、写真撮るときみたいな。確かに、ね、集中してると人間そうですよね、うん、とね、なんかあの素朴にこうね、あの何も考えてない時の方がいい、うん、いい写真だったりするんですよね、うん、構えてなくてね。めっちゃわかる。とはいえ、ね、言って欲しかったなわかる、でもわかる。そうなんですよ。で、その日はなんか結構行きましたね。その後、そうね、あのファクトリーの横にあるパンダ、あ、カフーパンダ、バンダ、そう、カフーバンダとか、うん、なんか3つぐらいありますよね、あっち、うん、あるあるね、うん、名前出てこんけど今、うん、そうそう、ありますよね。あっち全部回って、うん、でその後に日がうがんじゅ、そうです、日がうがんじゅに行ってきました、うん、日がうがんじゅめっちゃ良かったですよね、うん、あのちょっとね、あのなんていうのかな、こっち側から歩いて行っても見えないところにあって、うん、そう、見えない見えない、あの林の中を、そう、絶対ここじゃないみたいな、間違ってるよねって言いながら進んだら、とってもいい景色に出会うみたいな、そういうところでしたね、あそこね。そう、うん、そう行って、であっちも行きましたね、
女の道の駅のかき氷を食べに行った時に、そう行った時に、なんだっけ。あ、ブーマゴンゲン。そうです。ブーマゴンゲンっていう、ね、なんか、そう、名護、そう、ロビンちゃんが作ってる、なんだっけ、オラクルカードか。オラクルカードが、それぞれなんか、このカードの中に、この、各種、この、なんていう、崇拝書、うがんじゅを、なんか、設けてて、ロビンちゃんが。で、それをたまたま虹チュラで、その、ゆりさんが、そう、ゆりさんが引いたときに、ブーマゴンゲンが出てきたから、ブーマゴンゲン行ったんですけど、そう。そういう流れで。そうですね。そうそうそう。で、あっち結構、この、あの時はね、ヤドカリって言ってたんですけど、結構そのヤドカリが多いんですよ。本当に、なんかヤドカリが多くて、なんか、この、崇拝所のところにめっちゃヤドカリがいて、で、なんか、自分たちが行った時は、県外のお客さんがいたよね。そうです。で、なんか珍しい楽器を、弾いてる方だったんですけど、なんかその人が言うには、これはヤシガニって言って、みたいな。ヤシガニは神の使いらしくて、そう。だからずっといるんだよ、みたいな。教えてもらいましたね。そう。で、帰り際にそのヤシガニに会いましたね。会えた。そう。なんか結構そのヤシガニがね、導いてくれるらしいですよね。ブーマゴンゲン。そう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 。ブーマゴンゲンも、ちょっと何回か行ったり来たりしないと、ここだってたどり着かないような難しい山の中にありました。ひっそりと、割とひっそりとあって、でもね、排除はしっかりちゃんとしてましたね。してた、してた。確かに。そうです。だからちょっと、なんていうか、スピリチュアルが好きな人だったら、ああ、なんかすごいって思う。そう。そんな感じでした。はい。ということで、一旦、曲挟みましょうか。終盤なんで。今週の曲は、YOASOBIのアイドルです。お願いします。すごいね、マイナーな沖縄。そうそうそう。まさかの。ね、いいよね、でもね。あとどこ行ったかね、私たち。結構行ったよね。ちょいちょい。ね、でも、めっちゃ充実されてますね、この、女の駅も行った。そうなんですよ。多分、この前初めて一緒にラジオ出た時にどこ行ったのって。その後にどっか行かなかったっけ？違うか。あれは別？その後どこ行ったっけ？その後じゃなかったかな。あそこ行った？違う？あそこあそこ。ね。天満宮。天満宮かな。天満宮行ったよね、確かね。たぶん。あ、でもこの日じゃないのか。違う日かな。天満宮一緒に一回行ったよね。行ったっけ？私、行ってなかったっけ？行ってない気がする。じゃあ、どこに行ったんだ？ 17 日何もなかったのかな。城ヶ原行けただけか。そうそうそう、その後ね。それは完全にやめ。100ピンです。あ、そうですね。部屋とどこ行ったっけね。あ、ね。これもほら、タオル。これもタオル。必ずやってるっていうね、ほんと。めっちゃいい色出てんのにな、タオル。そうなんだよね。絶対やってんだよね。むしろそれでも溶け込みすぎて、なんかタオル注意するのも忘れちゃうみたいな。そう、だから気づかないんですよ。周りの人はちゃんと気づいてないんですよ。だってとこれタオルだしと、だからこれからさ、もっとスカーフみたいな巻けってすごいみんなに言われて。ああ、絶対されないかもしれない。そう、スカーフじゃさ、汗が垂れるんですけど、みたいな。ああ、そうね。なんかファンないときも、ファン。ああ、なるほど。ひんやり？ひんやりとか、そうそう、扇風機みたいな。それで持つかな、私の汗。もう、ほっと出るもん。昨日暑いんだもん。でもなんか、キッチンカーの人多いかもしれないです。ファン？ファン。あ、ほんと？じゃあ。でもあれよく見ますよね。ねえ。あ、そう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 。あ、ほんと？じゃあ、効き目やっぱあんのかな？なんか、部活帰りとか学校帰りに中学生もつけてるよ。あ、そう。そうそうそう。
そうか、あとソニコとどこ行ったっけね、私ね、なんかいろいろ行ってるよね。行ったよね、案外ね。じゃあそろそろ、はい、あと30秒で終わるので、はい、そのままこれ終わったらあげましょうね。はい、完成じゃなかった、言いたいけど、あ、いいしてる、行きますね。はい、いただきした曲は YOASOBI のアイドルでした。はい、行っちゃった。ということで、ふう、あと10分ですが、あっという間ですね。ですね、ほんと。はい、じゃあ10月のイベントを告知したいと思います。はい、はい、10月のイベント告知です。10月6日の伊佐公民館で納涼祭りを、ニジチラとコラボでやります。そう、台風の影響で延期になっちゃったらしくて、そうそれで延期になったから私はそこに出れることになったので出ようと思います。で、10月14日月曜日祝日、スポーツの日なんですけど、枝添市の結の町で、ゆいマルシェ。11時から16時でやってます。で、10月20日の日曜日ですね。こっちが、沖縄市じゃない、宜野湾市のレンタルスペース、ザ・プレイス沖縄宜野湾でやってるんですけど、10時から5時、17時。で、大人の文化祭マルシェミニをやります。で、なんか多分、このゆいマルシェと大人の文化祭マルシェミニは、なんかハロウィン企画になってるので、もしかすると仮装、はい、仮装してるかもしれないです。なんか、はじちさんの番組でも、なんかそんな話してた気がします。なんか、ハロウィンの仮装するかも、みたいな。あ、そう。はじちさんの仮装めっちゃ楽しみかもしれない。いいですよね。本当いいかもしれない。本当だ。っていう感じで、そう、やろうと思ってます。で、今、ちょっと私がイベントに出始めて1年経ったよっていうことで、お世話になった人たちに、大還元祭実施中です。たぬきの大還元祭を、大感謝祭を、そう、実施中、なんだろう、どっかの、どっかの AU Pay みたいな名前になってる。なんかつけたときにさ、あれみたいな、いかんみたいな。たぬきですよ。たぬき、たぬき。あれもそう。あれもそう、たぬきの、そう。だから、私は、多分あっちは大還元だと思う。私はだから大感謝祭っていうのもあるんですけど。違うよね。はい、通常価格より、少し お安くでやっておりますので、ぜひ、まだ受けたことない人でも全然受け付けできますので、ぜひこちらもお楽しみくださいってことです。あ、そう、大人の文化祭マルシェミニはキラナさんも出るし、ハジチさんも出ます。はい、はい、楽しいイベントになりそうなので、確かにね、遊びに来てほしいね、皆さんね、うん、なんかこの3人の受けたらあれじゃないですか、うん、自分覚醒化プログラムで、ね、絶対そうでしょ。まさにそうだね。そうだよね。絶対そうだよ。そうだそうだ。なんか知らない自分に気づける系な感じだよね。そう、ね、うん。なんか先月投資リーディングの方とコラボで一緒に出たんですけど、八千さんの卒業生、生徒さん、生徒さんの方と一緒に出たんですけど、めっちゃなんかすごかったんですよ。なんか私も。受けて、あ、すごいってなって、一、人、このお客さんが受けた方がめっちゃ泣きながら、ボロボロ泣きにして帰って、はぁ、すげーってなったので、うん、そう、だから、音分で絶対、うん、そう、この、投資リーディングと ISD 受けた後に、宇宙にぶっ飛んでもらおうと思って。白だね。そうだね。で、ほんと、結構楽しめるね、そうだとね。そうでしょ、うん、絶対楽しいと思う。うん、そう。っていうのがあるので、皆さんぜひ、
仮装して仮装してお客さんも、そうそう、うん、お客さんも仮装して、そうです、そうです、あの大人の文化祭のねコンセプトはね、大人が弾けて何が悪いなので、そうそうなんです、ここは、はい、あの弾くもなく、あの皆さん、はい、全力で、はい、あの楽しみに弾けに来てもらえればと、はい、思います。そう、もう私は決まってて、何しようか決まってて、うん、ゆりさんは今から一緒に買いに行きます。そうなんですよ。そうなんですよ。困ったなと思って。なんか顔なししようかなって言ってたんですけど、そうなんですよ顔なししながら白だらしてたら怖くないと思って。今からお湯流してきますねって、なんかこの、なんて言うんだろう、そうそう、ここに顔があるのに、ここが顔なし覗くみたいな。めっちゃ怖いでしょみたいな。で、だからなんか考えなきゃと思って。ちょっとね、なんかちょっと今日パワースポットの話ばっかりしてたから、顔出し来たらちょっとね、あらって思っちゃいますよね。待って、八千さんいない。コメントで今、八千さんに見えるんだ。キラナさん、そうね、ゆりさん、トニーさん、マナミンさん、おはようわっしょい。ラジオ収録生配信お疲れ様です。やばい、最近のなんだ、はい、読みましょうか、うん、お願いします、最近の大谷選手の活躍見てる、うん、先週大谷選手は6打数6安打3打席連続ホームラン 10打点2盗塁前人未到の、50-50 達成、達成、肘のリハビリ中想像を凌駕するプレーがすごすぎるということで、あ、確かにすごい、すごいですよね。うん、すごい、すごい。なんかその、50達成したとき、あの、あれですよね、50打って50盗塁したときにリズム見たんですよ、うん。なんか、成果のリズムだったんですよ。あ、すごい、乗ってるね。そう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 。なんか、ちっちゃな結果になるんですよ。あ、この成果のときって、うん。だから、結果になるんですけど、ちっちゃな結果なんですよ。っていうことは、大きな結果がまた待ってるんですよ。うん、そう、だからここで多分止まらないだろうなっていう。これでもね、あの、私たち的にはもう大きいけど、そうそうそう、すごいけど、じゃあまだまだ、そう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 、大きい変化があるってことですね。そう、っていう感じだった気がする。そう、すごいなと思って見てました。だからそのリズムっていうのは、そのまあいいことでも悪いことでも、その 何かしらそのリズムが関わってくるキーワードがね、多かったりするので、うんうんうん、それこそゆりさん、去年、先月、浪費、ね、浪費のリズムで、浪費のリズムがあるんですけど、うん、パソコンが壊れて、携帯が壊れて、そうそうそう、出費が加算なんですよ、浪費ってね、あの、まあ、お金とかいろいろ出てっちゃう、まあ、時。なんですよね。あの気持ちとかもいろいろとね。そう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 。全然意識何をしてなかったらね、あらって。そう。そうなんですよ。パソコンのね、画面は結構大変でした。あの、液晶にクラッシュ入っちゃって。ああね。そうそうそう。っていう感じで大変で。そう。なんかその、そう。で、まあ、大谷さんも、浪費のリズムが、まあ、年月引いてあるんですけど、今入ってて、うん、だからそのね、この浪費っていうのが、その人、あ、なんかなんて言うんですか、お金が出てっちゃうとか、そういうマイナス面で見るけど、でもそれをだからいい方向に考えると、うん、なんだろう、そのお金が出てくるのは自分の来年、うん、次、そう、来年の投資のためとかって思うと、そうそうそう、いいリズムに乗ってるよねって。うん、で、やっぱ浪費の時って結構、この体調崩しやすかったりするので、うん、そう、健康診断めちゃくちゃおすすめです。うんうんうん、はい。なので、大谷選手、この話を聞いてたら。話大きくなったね。お願いします。楽しいね。で、大谷選手の一年の流れとしては、自己アピールがめちゃくちゃ大事な時だ。多分めっちゃもうね、もう波乗りすぎて。乗ってますね。うなぎ登りで。そうそうそう。そうそうそう。です。こういうのには乗るに限りますからね。そう。自分で止めないようにね。そうそうそう。今こんなだからってやらないで、乗ってしまいましょうね、こういうのはね。いい波に。
そうそう。はい、イベントの時は、この、大谷選手の分析シートを堂々とバンって貼ってるんですけど、そう、あ、大谷選手と一緒ですねって言ったらみんな喜んでたり。ああ、いいですね。そう。しかも、喜びそうでしょ、この子ね。そうそうそう、キャラね。そう。確かに。そう、っていう感じな感じで、大谷選手で締めくくりたいと思います。はい、皆さんもぜひ、分析受けてみてはいかがでしょうか。はい、お待ちしております。ということで、来週またお会いしましょう。お届けは、タニーと、癒し空間キラナでした。また来週。ありがとう。なんか、やばい、絶対今会えたら入ったでしょ。本当には大丈夫でした。よかった。すごい、そっか、でもそういう風にも見れるってことです。そうなんです。そうなんです。この事象が今の上に起こってるかじゃないですけど。そうです、そうです。なんかでも自分がめちゃくちゃすごって思ったのが、